おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。霊から始める YouTube シリーズやっていきたいと思います。今回は、先日発売から1周年となった PS5 についてと、ゲームハード移行期についてを勉強していくのぜ。PS5 について以前の動画で思いの丈を叫んだけど、1周年を迎えて言いたいことが増えています。そしてゲームハード移行期を語る上では、最新ハードを持っていない方が有利だということもお伝えするのぜ。そう言われるとかなり気になるわね。去年からの PS5 の軌跡とともに、しっかり確認していこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、先日11月12日に PS5 が1周年を迎えた。欲しいのに買えてないユーザーにとってはおめでたくないんだけどね。発売から1年経っても、抽選販売か先着順でも即完売になってしまい気軽に購入できる状況ではないな。さすがにこんな状況になるとは思わなかったわね。このような状況下で、ソニー、インタラクティブエンターテインメントの、社長兼 CEO のジム、ライアン氏よりメッセージが来た。ゲーマーの皆様が PS5 を手にされた最初の日から、あっという間に1年過ぎたように思います。この素晴らしい1年を皆様と一緒にお祝いできることを大変光栄に思います。あれ?手に入ってないんですが、煽られているの?これは全世界に向けてのメッセージになるのだろうが、日本市場では煽りと言われてもしょうがないな。日本ユーザーにも気を使ってほしいわね。この PS5 は今までの PS4 や PS3 の時とは事情が違いすぎるということが原因なのぜ。転売ヤーのせいね。いや、それも要因となるが順序が違う。どういうこと?霊夢、PS4 や PS3 が発売されてすぐに購入したか。思い返せば、発売してすぐは購入しなかったわね。その理由を私が当ててやろう。まず、本体価格が高くて出なかった。確かに PS4 には PS3 の互換がないし、PS3 は初期型には PS2 の互換があったけどクソ高かったわね。もちろん、発売してすぐに購入された方も多いとは思うが、霊夢のように感じた人も多いと思うのぜ。PS3 も PS4 も購入したのは、2年ぐらい経ってからになるわね。そこだ。どこなの?そんな霊夢でも、PS5 は早く欲しいと思っている。そう言われると、確かにそうね。これは PS4 の介護感に加え、下手な PC より高性能のスペックながら価格を抑えたからだな。さらに、長く続くコロナ禍での影響でゲームをする時間が増えていた。さらに、自粛の影響もあり、外出を伴うレジャーなどにお金を使うことが少なくなっており、ゲーム機に使うお金に、平時よりも、躊躇がなくなっていた。見事にほとんど当てられたわね。そんな霊夢のようなユーザーが多く、需要が以前までの PS よりも多くなったことがまず最初の要因だな。そんな需要に供給が伴わなかったのよね。Xbox の発売に合わせ、発売を早めたことと部品の半導体が足りず、供給が十分でなかった。コロナの影響もあるわよね。生産、流通での影響に加え、他電化製品の需要も増えてしまったからな。そんな状況で、転売ヤーがはびこるのね。需要に対して、供給が足りないと品物の価値は上がってしまう。高くても売れるとなれば、転売ヤーが見逃すはずがない。1年経った今でも、9万以上で出ているとか恐怖を感じるわね。個人的には、どう考えても本体価格は安すぎるとは思う。もっと高くても良かったんじゃないの?とはいえ、Xbox の存在があるから価格を上げるのは、難しかったと思うのぜ。競争原理が働いてはいるけど、日本では Xbox が影が薄くて、妙な違和感が出てしまっているわね。現状では、このような歪みが続いているので、解消される要因がなければ。来年も同じような状況が続く可能性が高い。なんか絶望的ね。そんな状況でも悲観することはないのぜ。ことゲームハード移行期では、今回のようなひどい状況でなくても、それなりにユーザーは悩まされる。負けハードをつかみたくないものね。負けハードとは、あまり売れずソフト展開が広がらないものだな。PS5 本体は売れてはいるが、ソフト展開では一抹の不安があるのぜ。一抹どころかかなり不安があるわよ。本来であれば、ゲームハードのソフト展開が広がってくるのは、2年から3年はかかる。これは、過去機種にもまだ需要があり、ソフト会社は慎重な態度を取るからだな。売れないなら、出さないものね。しかも、PS5 は PC の性能に並んでおり、これはユーザーでも当然感じることだが。
だったら PC でよくね、となってしまう。実際、コメントでもそんな意見をいただいているわね。これが PS5 のソフト展開における最大の不安要素だな。ほとんどのヘビーユーザーが PC プラットフォームに流れてしまうとやばいのね。本来なら、本体が売れているなら、時間とともにソフト展開が広がるはずだが、そうならない可能性があるということになるのぜ。売れているのに、負けハードという前代未聞の事態になるのね。クラウドサービスでのプラットフォームも今後広がっていくことは間違いない。時代の流れは早いわね。そして、ユーザーとしてはこの時代の流れの先端にいる必要はないのぜ。それってどういうこと？しっかり情報を確認しながら、勝ち馬に乗ればいい。言い方は悪いけど、今までもそうやってきたわね。メーカーと違って、ユーザーはしっかり現状を吟味して選ぶことができる。これはしっかり確認していかないといけないわね。情報収集は損をしないために重要なのぜ。そして任天堂スイッチについても確認しておこう。現状では完全に派遣ハードね。来年もビッグタイトルの発売が予定されており、勢いが衰えるとは思えないな。ただそんな任天堂スイッチも後継機の噂などは、ちらほら出てきている。確証的な情報はないけど、気になるわね。実際、すでにハードスペックはかなり遅れてきているからな。優秀な1000倍タイトルも持つあの任天堂が、何も手を打っていないとは思えないのぜ。これまでも、革新的なハードを作ってくれているから、どんなものになるのか気になるわね。このあたりも、しっかりアンテナを張っていくのぜ。結局、ゲームハード移行期はワクワクしながら悩まないといけないのね。それでも焦らず、選んでいくのぜ。今でも PS4 は現役マシンとしてお世話になっております。PS4 Pro なら、さらに快適なのぜ。PS4 と Nintendo Switch で楽しみながら、今後のゲームハード事情に注目していきます。それが現時点では、ユーザーとして強ポジなのぜ。いかがだったでしょうか？今回は、PS5 の1周年とゲームハード移行期について語ってみたのぜ。PC でよくね、っていうのは私も感じるわね。PC ならゲームだけでなく、他のことも多くできるからな。動画編集もスムーズにしたいものね。我々にとっては、それが一番重要だしな。このチャンネルでは、有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。レイから始める YouTube シリーズを、日曜日に更新しているので今後ともよろしくなんだぜ。